スフィンクスで記念撮影する一行、アントニオベアート撮影パリのナダールのスタジオで撮影する、剣王施節団の一位に池田長発は、幕末の旗本で、ビッ国茨の領主であった人物。ビッ松山藩初代藩主、池田長幸の三男、池田長信を初代とする茨領主の茨池田家の十代目に、当たる。幕末に、外国武行を務め、 文久三年から源氏元年にかけて、剣王使節団を率いて、フランスを訪問した。その後、開国論を唱えて、秩居処遇となるが、慶応三年には、軍艦奉行並みとなった。官位は、地語位下た、畜語守る。没後の大将を四年に、聖語位を送られた。天保八年に、幕府木期三旗本の池田町九の四、男として、 江戸に生まれ、茨領主、池田長博の養子となった。少年時代は、将兵校に学び、成績は、抜群に優秀だった。長髪の領地は、千二百国と小さく、最初は、昌不神組から身を起こしたが、文久二年には目付、同三年には、ひつけ盗賊改め、京都町奉行と歴任し、同年九月に、対外交渉を行う。 外国奉行に抜擢された。官位を除され、逐語を守るを称したのは、この時期である。当時は、上位論が強く、この年の3月には、公明天皇が、上位直命を発し、さらに、下関戦争や撮影戦争等が起きて、諸外国との圧力も高まっていた。長髪が、外国奉行に就任した、直後の10月、上位派と見られる、老人3人が、 横浜近郊でフランス軍士官を殺害する井戸ヶ谷事件が起きたが、その犯人は結局見つからなかった。幕府は事件に対するフランス側の非難と国内の上位圧力の両方に押され、事件の解決、謝罪及び横浜左向の交渉に当たらせるため、見識に優れた池田長髪及び河津助国らを欧米諸国へ派遣することとした。 長パツは27歳にして、34名からなる、憲王施設団を政治として率いることとなり、1863年12月に、フランス軍の軍艦ルモンジュ号で日本を出た。上海やインド等を経由し、スウェズからは陸路で、カイロへ向かい、途中ギザの三大ピラミッドとスフィンクスを見学し、写真を撮っている。現時元年3月、マルセイユに入港して、 パリに着いた一行は皇帝ナポレオン三世に越見し、フランス政府に事件を謝罪し、19万5000フランの付助金を遺族に支払った。パリのグランドホテルに滞在した一行は、フィリップ・フランツ・フォニシー・ボルトにも会っている。しかし、横浜の左行に関する交渉は、横浜を対日貿易、交渉の拠点と考えるフランスの抵抗にあい、失敗に終わった。 また長髪自身も、西洋の文明の強大さを認識して、開国の重要性を感じ、交渉を途中で打ち切り、フランス政府とパリ役場を結んだ。一行は、他の国には寄らずそのまま帰路につき、同年暮れに帰国した。この実調発は、物理学、生物学、工業、繊維、農業、醸造等多数の書物や資料をフランスから持ち帰っている。 長髪は帰国後、開国の重要性を力説したが、幕府はパリ役場を破き、長髪の国高を半分に減らし実境を命ずる等の罰を与えた。長髪は隠居して、実刑、池田長剣のご難で養子の池田長春に家督を譲った。慶応三年には一転して、罪を許され軍艦奉行並みとなったが、健康を害していたため数ヶ月で職を辞して、 茨に戻り、以後政治には関わらなかった。茨に学問書を作り青少年を育てることを構想していたが、明治12年に没した。大正4年、生後位を追造された。茨バラジニアの跡地に立つ茨市立茨小学校には、生誕150年を記念して、長髪の銅像が建てられている。ありがとうございます。